おはようございます、こんにちは、HKT48 の栗山里奈です。本日はですね、なんとショールームアワード2023優秀パフォーマーとして選んでいただいたということで、東京の方に行ってきたいと思います。ちょっと私のめちゃくちゃわがままでマネージャーさん、スタッフさん巻き込んで Vlog を撮ってもらうことになったんですけど、まあ、まだ全然つかめてませんとりあえず HKT の中で優秀パフォーマーになったということで、みんなの分も頑張って、なんだろう、背負っていきたいと思います。じゃあちょっと時間があれなんで早速行きたいと思います。撮ろうって言ったものの意外と人がちゃんといて普通に恥ずかしいどうですか、今から行きますけど。何にも分かんなすぎてちょっと不安ですね。なんか去年確かアワード取ったのが同期の市村愛理ちゃんなので、なんかどんな感じだったっていうのは聞いたんですけど、なんか結構喋るとこあったよみたいな言われたから、いやどうなのかななんか変なこと言えないじゃないですかめっちゃ不安です。そこがファンの方も結構見るよって言ってくれたんですけど、それと同時にこう変なこと絶対言っちゃダメだよ、私すぐおっぱいとか言っちゃうんでうちファンの人に一番心配されました。おはようございますめっちゃマジですっごい気持ちよく寝てました。私の隣に人がいなかったからイヤホンつけて TikTok でも撮ったろうかなとか思ってたら全然乗って3分ぐらい寝ました飛行機すごい怖いんですけど、無事に何事もなく東京に着いたみたいですよかった、安心。なんかもうちょっとで会場に着きそうな感じですけど、どうなんだろう。ちなみにここどこですか。ここ今赤坂ですか違う青山外苑前。これすげえ東京って感じやっぱ東京っておしゃれですよね。なんか竹田舎あるやっぱ私いまだに福岡でも建物見上げちゃうんですよ。大分の人なんでなんか東京とか来たらもうずっと首上に上げてないとなんか落ち着かないんですよね。本日の私の舞台こちらです。じゃん、すごい、なんかすごい語彙力すごいしか言ってないです。なんかだってなんか大分にはない感じの。いや大分じゃないの、東京なんだよすごい、だってトロフィーめっちゃありますよ、はい、じゃああれ私ももらえる、ここでもコメントいただくので、写真撮り終わりました。嬉しい私人生トロフィーもらったことないんでちょっと嬉しいかもしていきたいと思います。なんかドキドキしてきました。なんかでもまだちょっとまだお友達がいないから私ずっと前から知ってる方がいて、AKB のチームエイトさんのそのメンバーさん一人いて、私めっちゃ大好きで、なんだろそこのグループが大好きで48入ったみたいなもんなんで、絶対で突撃します。めっちゃ好きです。もうなんか緊張しすぎて唇の皮むけてることしか気にならないでも、はい、なんかいけそうな。ちょっととりあえず今からメイクをしなきゃいけないので、メイクしながらコメントを考えたいと思います。あー、くそ、サンドイッチ食べたかった。何食べよう。気分は完全にホットサンドでしたよ私は。ただちょっと急すぎて NG だったので朝から私たこ焼き2つしか食べてないんですよね。
たこ焼き食べたくなってきたな。朝食べたの2個しか食べてないから6個入りなんですよ。なんですけど時間なくて2個しか食べられなかったから。でその残りの4つはどうなんですか。冷蔵庫にぶち込んできました。さあ楽屋に帰って、私は友達ができるのか。めっちゃ心配。でもなんかこう話したくてこうチラチラ見てはいるんですよ私が。ただそっからがどうにもないですよね。目合ってもちょっとふんってやっちゃうから。そしてみんなカメラあるから逃げていく。気まずい。じゃじゃーん。ダサい。ちょっとあまりにもダサムーブをしちゃったので帰りましょう。恥ずかしい恥ずかしい。じゃあ今からの目標はみんなと一言ぐらい話す。はじめまして、クリアまで。いや、もう話したじゃん。あ、じゃあもうクリアじゃないですか。いや、違う。準備ができました。私と準備が、私は間違えて、他の人の靴を履いてしまいました。本当に申し訳ない。言葉何も考えてないんですけど、頑張ります。イエーイ。謝ってた方がいいんじゃないですか。もう撮ってください。私土下座するんで今から。こんにちは、SK48 の中坂美恵です。この度は靴を間違えてしまった。よく見たら似てますもんね。もう無理2つですよ。ちっちゃいから、お前なんでだろうって思ってたら違いちゃった。最初面白いけど、ここにあるよって言われてたんですけど、ここいいじゃない。よかったです、無事を見つかった。すいません、全然。お友達ができました。はい、これからよろしくお願いします。第一印象はどうですか。第一印象、でも大人っぽいというか、まあ多分年上です。おいくつですか。18です。あ、全然した。やば、来ません。おいくつですか。あ、もうちょっと23です。でも、見えないです。いや、でも多分この中で私こそ超かも。本当ですか。おいくつですか。21歳です。あ、21歳です。あ、同じです。まさかの。私ほら、おいくつですか。そっか、20歳です。20歳。23です。あ、来た、プライバシーだ。来た、いました。最年長じゃなかったで。ありがとうございます。こちらこそです。ありがとうございます。ありがとうございます。SNS、あ、全然フリー素材なんで。使っちゃってください。わかりました。逆に使ってもいいですか。あ、もちろん。あ、よかった。大丈夫です。フリー素材です。フリー素材のお友達ができました。すごい。博多。かっこいいです。え、博多がですか。はい。え、もう都会です。博多が広島に比べたら牡蠣美味しいし。リリーベとかリエロー話し会で博多に行って牡蠣食べました。博多で。まさかの。うせやん。わざわざ明太獣出ましたよ。明太獣私うん。え、すごい。え、すごいリッチ。いや、なんか逆に並びたくなくて。あ、死ぬほど並んでるんですよ。マジで握手会より並んでる。え、辛い。マジマジマジ。本当にリアルに握手会より全然並んでるから。明太獣絶対並びたくない。そんな人気ですよね。人気麺。人気麺。明太獣マジリアル。リアル大島優子さんぐらい。そんなに。全額の大島優子さんぐらい並んでる。ガチ。それはちょっと並べないですね。じゃあ本当ありがたい心に。お弁当で大量に届いてて。うわ、いいな。さすがですね。すごい。え、私そんなメインで写してもらわなくて。あ、もう全然もう私の絵飽きたんで。一発しちゃってください。そんなことない、本当に。イエーイ。じゃあ今日のファッション、ファッションファッションポイントは、はい、今日は指原さんの服をお借りして、上は村重さんのなんかさくらさんの卒業コンサートの時に着てたやつを借りてきました。え、素晴らしすぎる。レジェンドじゃないですか。ここだけめちゃレジェンド。レジェンドの力借りすぎる。レジェンドの力借りすぎる。すごいですね。なんかでも一人だけすごいなんか、いや大丈夫か、スタイル美を、スタイル美をもう存分に出していただきたいです。大丈夫です。ありがとうございます。
あ、もうやめてください。なんか私、メガネかけるのでなんかしてました。ずっと見てました。いつの、もうあの10年前。はい、もうずっと見てました、そっから。かわいいです、とてもかわいいです。こっちばっか映してください、私いいから。私いいからこっち映してください。とてもかわいいです。ほら見て、ほらめっちゃかわいい。やめてください。ファッションのポイントを教えてください。お任せです。でもネイルだけ自分でやって、ピンク、ピンクにしました。私多分予備で持ってきた自分の私服これです。やばい、これの色違い持ってきました。すごい、これ白っぽいやつですか。いや白じゃないです。もうそんな感じで持ってきました。こんな感じで、はい、お揃いで着れたかも。うわ、こっち着ればよかった。間違えた。わざわざ夜中3時ぐらいまで起きて直してきましたね。色です、水色です、キラキラ、うん、頑張ります。そろそろ始まるらしいので、うん、行ってきます。そして CD 賞研究生の井出直さんです。おめでとうございます。 CD 賞に選ばれた皆さんにはトロフィーが授与されます。なんて言おう、どうしよう、セリフ言葉なんて言おう。まあでも思った気持ちを言えばいいのか。笑いをかっさらった方がいいですか。かっこいい。これからはおっぱいってあんまり配信で言わないように気をつけたいと思います。え、全然1回の配信で5回ぐらい言われます。マジで見に行こう。たまにバンされます。ガチなんだ。ありがとうございます。続いては井山さん、どうぞステージ中央へお進みください。おめでとうございます。それでは記念撮影です。それでは続いて井山さん、お願いします。はい、AKB48 グループ優秀パフォーマーに選んでいただきました HKT48 の栗山里奈です。こういう風に目に見える形で毎日やってきたことがこう評価されたっていうのが私はすごく嬉しいなと思っています。私らしい配信でこれからも頑張りたいなと思っているので、ぜひ皆さん方見に来てくれると嬉しいなと思います。本当にありがとうございます。どうもありがとうございます。それでは続いて友達さん、お願いします。続いてはいよいよショールームアワード2023 AKB48 グループ優秀パフォーマートロフィーいただきました。見てください、ほら、私人生初のトロフィーなんですよ。すごい嬉しいですね。ほら、じゃーん、キラキラ。コロナ禍に入っちゃって48グループの方と一緒にこうやって合同でお仕事っていうものをする機会がどうしてもなくなっちゃったので、こういう、なんだろうね、一緒にできるっていうのはすごい楽しかったですし、まあ、こういろんなメンバーとも話できたし、友達にはなったかなっていう、まあ、慣れてたら嬉しいなと思うんですけれども、お写真も撮っていただいてすごく嬉しかったです。なんか推し面の方が、いや、そうなんですよ、あの AKB さんの橋本春奈さん、はるぴょんさん、そう、私がもともと HKT に入った理由っていうか、入りたいなと思ったきっかけも、その AKB48 さんのチーム8っていうグループさんがすごく大好きで、そのハルピョンさん、そこにその所属しているメンバーさんだったので、もうすっごい嬉しかったです、会えて。しかもお話も結構できたので、もう満足です。どんな話したんですか。寒いねとか。世間話。だって皆さんそのおしめ目の前にして、そんななんかペラペラ喋れます。いや、アピールしてあげる。いや、だって、あ、でも言いましたよ、ちゃんとあのチームエイトさんが大好きでみたいな、あのこの公演とこの公演とかも行きましたっていうのを。そう、でも一個伝え忘れたんですけど、私多分全役で握手したことあるんですよね。伝え忘れちゃいました。なのでね、ちゃんと機会があったら次は伝えたいなと思います。これからも自分らしく楽しく配信を続けていきたいなと思いますので、ぜひよければ皆さん、私のショールーム配信、もちろん HKT48 メンバーのショールーム配信、ぜひ見に来てください。今日はありがとうございました。